どうもお久しぶりです。皆さん、ほうです。今日もですね、遊園地作りやっていきたいと思います。前回からですね、かなり時間が経ちまして、今回はですね、開園してから13年が経ちました。開園13年記念ということで、ちょっとね、遊園地内がね、だいぶ変わってきてますので、それをちょっとご紹介していきたいなと思います。とにかくね、人がたくさん来てくれるようになりまして、現在ですね、パーク内に4182人いるということで、録画ソフトを回しながらやるのが非常に辛いという感じですね。もうカクカクですねめちゃめちゃ重たくなっております。こんな感じで、もう人の数がとにかく多いです。特にですね、ここがね、めちゃめちゃ渋滞しておるんですね。こんな感じで、ここは普通の道なんですけど、ちょっとカメラをね、移動させますよ。はい、移動させるんですけど、だいぶ、カクついてますけど、ご了承ください。上の方にですね、やっぱりこれが人気みたいですね、このコースターが。ローリングリバーっていうやつで、このなんかね、これ乗っていくみたいなんですけど、これがすげー楽しいみたいで、みんなね、たくさん並んでます。はい、でもめっちゃ赤字ですよね。まあ、なぜこんなに赤字になってるかというと、ちょっとね、財政、あれですね、3ドルにしてるんですね、チケット料金を。まあ、それぐらいしないと乗ってくれないと。もう入場料が高すぎるっていうね、みんなから文句が出て、もうここら辺はね、安くしないとね、乗ってくれないんですよね。なので、ほとんどライドはね、赤字状態なんですけど、まあ、全体としてはだいぶ儲かっておりますので、入場料でね、黒字を取ってますので大丈夫です。で、ここがね、非常にね、混雑しておりますね。ちょっとこんな感じでノリノリの音楽も流しておきながらやっておりますね。まあ、ここに ATM があって、まあ、お金を引き下ろすこともできます。で、ここにですね、ジュース屋さんかな?こっちはなんか、ご飯屋さんを作って、今黒字ですね、ここら辺は。で、ここはお土産屋さんで、なんか帽子買える店ですね。これ結構な黒字になっております。まあ、こんな感じでね、もう人混みはたくさんいるところにお店を配置して、ここでもね、黒字を上げていきたいなと思ってるんで、こんな感じになっておりますね。今回はですね、まずね、ここのさ、大渋滞をなんとかして解消したいなと思います。はい、これをなんとかしようかなと思うんですけど、ここにトイレがあるので、ここの道をですね、こっち側につなげようかなと思うんだよね。なぜかというとね、みんなね、こっち側に行きたいらしいから、もうトイレからこうやって直通できるような道を作っていきたいなと思います。ということで、なんとかですね、工事の方が完了しました。今回はですね、このような形にしましたね。ここにあった ATM はですね、別の場所に移動させておきました。ここですね。こっち側に移動させて、この道の幅はね、10メーターという一番最大のやつでやって、ここが7メーターですね。だからちょっとちっちゃくなるんですけど、まあ、これで少しはですね、渋滞が緩和したような感じですね。で、みんなこっち側に行ってくれるようになったので、ここの道幅もね、でかいやつに変えておきました。まあ、こうすることで、だいぶですね、渋滞が防げて、ね、入場者の数もね、1000人ぐらい増えて5056人いますね。だいぶ儲かっております。で、お土産屋さんもなんか追加して、風船が買えるようになりましたね。風船屋さんも追加したので、なんかみんな楽しそうにさ、風船買ってるんだよね。この風船さ、だいぶさ、すごいんですけど、こちらなんですけど、風船屋さんの値段なんですけどね、風船一つ9ドルするんですよね。こんなしょうもないものが9ドルで販売されてるというね、詐欺みたいな感じなんですけど、みんな楽しんで買ってくれて、めちゃめちゃ利益を上げてますね。何が楽しいんだかって感じなんですけど、まあ嬉しいですね。こんなゴミみたいなやつが9ドルで売れるんで
みんなどんどん買ってくれ、このゴミみたいなやつを。ゴミ袋買ってくれ。めっちゃお金儲かる。さあ、まあこんな感じになってしまいました。まあそれではちょっと遊園地全体を見ていきましょうかね。前回どこまで進んだんだっけ、忘れたんですけど、確かこれは見てないですよね。ここにね、ちょっとね、つけてみましたね。ライブカメラで見ていきましょう。まあちょっとあんまり動いてないんですけど、まあこんな感じでちょっとね、のんびり遊べる遊具を作っておきました。まあ一人称視点でやるとこんなんですね。まあ何が面白いのかはいまいちわからないんですけど、ハンドルなんか必死で回してるけどね、ハンドル回しても意味がないっていうね。まあまあまあ、のんびり遊べるので、なんかね、みんなに人気ですね。なんか人気でめちゃめちゃ並んでおります。まあただこちらもですね、入園料というかチケット代金は高いね、8ドルだね。8ドルに設定してますけど、赤字になっておりますね。まあ黒字のライドはありませんね、この遊園地内では。はい、そんな感じで。上の方にもですね、すげえコースターを作ったので、こんな感じのコースターを作りました。でかいよね、めちゃめちゃでかいよね。すごくでかくて高くて、面白そうなんですけど、アメリカンアーローというやつで、見ていきましょう。さあ、こっから来ますよ。こっから押していく感じが、すごい楽しい。やばいね。すごいね。高いね。うわーおー。この曲とね、ノリノリですね。この曲とめっちゃマッチしていて、乗ってるだけですごい楽しくなってきます。重たい。あー怖いよー。あとはですね、新しい遊具ってあったっけ、まあ、特に増えてないんですけど、ここら辺もすごいことになっておりますね。これもなんか配置したんですけどね、自分で。まあ、ここら辺のやつは、確かなんかね、景観ツールからあったやつを配置して、作りました。まあ、ここら辺の爆発は自分でつけたんですけどね。こういうことになっております。まあ、こういう感じで見るのかな。ここら辺はちょっとね、写真撮影のスポットとして作れたらいいなと思って作ったんですけどね。すごい迫力がありますね。そしてここにはサメさんがいて、まあ、ここに座るとね、サメに食われるよみたいなね、感じで写真撮影ができますね。はい。こういうものを作ってみました。で、そしてね、この横にあるやつね。こっち側にはですね、ライブ会場を作りましたね。まあ、ライブ会場なんですけど、ほとんど誰も聞いてなくて、なんか最前列で聞いてる人もいますけど、まあ、あんまり人気がないですね。はい、一応作ったんですけどね。で、ちょっと奥に進んでいくと、こちらで、遊園地がありまして、遊園地というか遊具があってね。なんかよくわからないんですけど、ちょっとしょぼめのジェットコースターですね。になっておりまして。まあちょっと短いんですけどね、面白いですね。これかなり酔いそうだな。なんかくるくる回ってしまうので。で、奥の方に進みますとね、こちらなんですけど、これはなんかワークショップの方からダウンロードしたやつで、他のユーザーの方が作ったもので、非常によくできてますね。めちゃめちゃよくこんなの作ったなって感じなんだけど。まあこれ中身は何かと言いますと、お店もあるんだけど、
お店はね、ここに作ったら赤字になるなと思ったので、トイレだけ配置しておきました。このトイレだね。トイレ89人が使ったみたいで、まあこれトイレのためだけにですね、このどでかいやつを作ったんですね。あ、トイレの中に入ってますね。見ていきましょう。おトイレですね。まあ、ここお店があるんですけどね、閉まってます。はい、みんな仲良くトイレに入ってますね。はい、まあこんな感じで。まあ見た目がいいのでね、設置しておきました。で、こっち側にもなんか遊具を作ったんですけど、なんかよくわからないんですけどね、この、かなり怖そうなジェットコースターなんですけど、全然ね、売れてないというね。本当に売れてなくて、評価は高めなんですけど、まあほとんど乗ってる人がいません。まあ理由は多分ここにある景観っていう感じで、周りになんか自然とかがないので、まあ乗っていても楽しくないというかね、見た目があんまり良くないので、景色があんまり良くないから、みんな乗りたがらないと思うんだけど、まあ1ドルですね。めちゃめちゃ安い。これに乗るの1ドルしかかからないんですけど、ほとんど誰も乗ってくれないので、まあちょっとね、寂しいですね。かなりすごいんですけどね、見た感じね。これは絶対売れるぞと思ってさ、絶対売れると思って作ったのに、誰も乗ってくれないっていうね。まあ今回はちょっと乗ってくれてるんですけど、それでも他の遊具に比べたら非常に少ないので、まあこれをなんとか今後はしていかないとなと思います。はい、これで落ちていくんですけど、なかなか楽しいですよ、このジェットコースターも。ちょっと一人称視点で見ていきましょう。なんかあれだね、スキーのさ、リフトに乗ってる感じだよね。おー、すげえ。すげえ。怖い。めちゃめちゃ怖いじゃん。これいいね。本当にいいですな。いや、これは売れてほしいよね。ちょっともったいないよね。これせっかく、めっちゃ高かったんですけどね。値段高かったのにみたいな。おお。うわ、これ絶対メガネ必須。メガネダメ。メガネ外さないと落ちる。はい、こんな感じでした。で、結構人気なやつはですね、ここにあるんですけど、この、なんか、あ、故障中ですね。せっかくのやつが。ちょっとリクエスト出して、早めに修理してもらいましょう。うわー、故障でなんかみんなどんどんどっか行っちゃいましたね。ちょっとみんな戻らないで。まさかの故障か。うわ、めっちゃ故障してるじゃん。なんでこんな故障してるん？やべえほど故障してるな。故障しまくりだよね。まずいな。ちょっとね、早めになんか修理していただけないと大変なことになっております。
そしてここにですね、山をね、作りましたね。これもなんか地形ツールから地面を盛り上げて山っぽくしたんですね。そしてその上にですね、木を配置していって、これも全部ね、一つ一つ手作業で配置して、まあ、ここにある岩とかもめちゃめちゃ使ったんだけど、これは大量につけて、この滝はどうやったかというとね、なんか、この噴水のやつ?これ?この噴水のやつを、たくさんつけて滝みたいにしました。だから実際の滝ではないんですけど、まあ、こんな感じで滝にして、この滝壺に流れてる感じにして、水はですね、こうやって続いていって、ここにですね、海賊船がありますね。まあ、海賊船の上にですね、ちょっと人形のアクターを置いて、まあこんな感じで大砲とかをドカドカさせて、なんか戦ってる感じにしました。はい、こういうことですね。まあここら辺の真ん中あたりにもですね、セットを配置して、それっぽい雰囲気をね、醸し出してるなという感じで、そんな感じです。ここにもですね、なんか、海賊のキャンプ場みたいなのも作りました。で、ここにもなんかくつろぐ海賊みたいなやつを配置して、なんかすげえとこに立ってますけど、なかなか見晴らしがいいですね。最高に見晴らしがいいな。まあ、個人的にですね、非常によくできたんじゃないかなと思ってます。よくできた感じになりました。まだちょっと未完成なんですけどね。まあこの表向きはだいぶできてるんですけど、裏の方がね、ちょっとまだ木を配置したり、完全にはできてないので、中途半端な感じになってしまってますけど、こっち側にもね、なんかセットを配置して、海賊と、イギリス兵が戦う感じにしておきました。まあこれで、なんか楽しそうに戦ってますよね。まあそれを見て楽しむということです。はい、なんでここが爆発してるかっていうと、この大砲が、撃ったやつがここに着弾したというイメージを出すために、ここに爆発する。アクションをつけてますね。はい。そして、ここにはですね、海賊の島なんで、海賊のキャプテンを置いておきました。あ、その海賊島の中に、このイギリス兵どもが攻め込んできてるという設定ですね。はい。そういうことで、まあ、ここら辺にもなんか湖みたいなやつがあるんですけど、まあ、こんな感じになりました。はい、それではですね。ちょっと全体像を見ていきましょうか。こういう感じでかなりでかい遊園地になってきましたね。あ、非常にでかいね。こう見るとね。で、まだ紹介してないのはこっち側なんですけどね。そして、ここに配置してるやつはですね、これはね、自分で作りましたね。まあ、こうやって直線を引いて、なんか登る直線を引いて、こっから下る直線を引いて、まあ、こうやってね、曲がる直線を引いて、曲がるやつ引いて、登って、下がって、登って、下がって、登って、曲がって、ゴールみたいな感じで、なんか自分で作れたので、まあ、適当に作ってみたところですね、非常にですね、人気になりましたね。非常に人気で、5段階評価で、マックスを獲得している感じです。非常に素晴らしいということで、嬉しく思っております。それではちょっと実際に乗っていきましょうか。僕が作ったリフトなんですけど、なかなか素晴らしいですね、見晴らしは。
かなり素晴らしくて、まあ、ここら辺で登ってる最中にですね、向こう側に何があるかっていうのを一望できるので、楽しいですね。意外と登りますね。こちらのコースター意外と登るので、高所恐怖症の方はだいぶ辛い思いをされると思うので、乗らない方がいいかなと思います。はい、来ました。こっからね、降りていくんです。これは一人称視点でやっていこう。こっからだいぶ降りるんでね、うわーっていう感じで。いや、すごいな、やっぱ迫力あるね。まあ、こういう感じのやつを繰り返していくということで、乗ってる時間は意外と長いですね。4分ぐらいありまして、4分ぐらいあるんだけど、このサイレントマジョリティっていう曲があるんですけど、あれですね、欅坂の、それの曲が丸々1本聴けるので、ここのスタートからね、始まって、このゴールに着くまでに丸々1本聴けるので、ちょうどここでね、終わるんですよね。サイレントマジョリティの曲が。だからこれはスーパーライドキヤキにしておきました。まあ、そういうことですね、名前の由来は。で、そして、ここにですね、トイレを配置しておきましたね。まあ、結構トイレはね、ちゃんと配置していかないといけないみたいなので、配置して、これは何だろう、ジュース屋さんかな、ソーダを売ってるんですけど、これも黒字ですね。まあ、基本的にお店はね、黒字になるところにしか置いてないので、こうなってます。で、ここに ATM を設置しておきました。まあ、ここら辺にね、なんか、お家があるんですけど、これは何もないお家。まあ、いわゆるハリボテのお家で、まあ、なんか、雰囲気を出すために置いてるだけのお家で、まあ、特に何もないですね。まあ、ちょっとね、でもこれ置くことによって、景観が上がるので、ここにある自然のマークの景観が上がるので、まあ、置いておきました。まあ、これもあるんですけど、これはちょっとあんまり面白くないかなと思います。はい、こんな感じで。緑色のやつよりは迫力がありますね。回転がすごいので。でもあんまり人気がないですね。かなり評価が低くて、星が2つしか乗ってないので。ほとんど誰も乗ってない感じです。こちらも見ていきましょうか。これも、すごいね。こんな王冠つけて乗ってるんだけど、多分落ちると思うんだよね。この落下中にさ、その帽子、どっか行っちゃいそうな感じなんだけど、大丈夫なのかな？ちなみにですね、この帽子はですね、12ドルで販売しておりますので、気になった方はぜひ。さあ、来ますよ、来ますよ、来ますよ。一人称視点でやっていこう。すごいね。ほぼ垂直じゃん。やばい。これは怖すぎる。あー、なんかバードストライクが起きそうになった。いやー、やっぱり楽しいね。ジェットコースターは最高に楽しい。ちなみにこちらのジェットコースターではね、曲はですね、故障したんかい？マジか、故障したのか。故障したので、ちょっとなんとかやりたいと思います。アレキサンドロスの渡り鳥という曲を流してますね。これがね、なかなかいいんですよ。このジェットコースターとこの渡り鳥の曲がね、非常にマッチするので、乗っていてね、本当に心地いいですね。こんな感じになりました。はい、ちょっとね、かなり駆け足な感じで、
わかりづらかったかなと思います。全体的にはもう一回見ていきたいと思います。全体像もう一回見ていきましょう。まあそうだね。ちょっと忘れてたけどさ、これも設置したんだよね。まあこれ何してるやつかというと、まあ特に何もないんですけどね。なんかレーザー光線が出て、なんかそれっぽいことをしてるだけで、特に何か人体に影響したりとかそういうことはないですね。なので安心してほしいなと思います。誰かさん入ってこないかな？入ってきたところをちょっとね、やっていきたいと思います。ここにお店があったんですけど、ちょっとね、赤字だったので、赤字の店はね、いらないということで、閉めておきました。お店に関してはですね、厳しく取り締まって、赤字の店があった場合はですね、徹底的に排除したいなと思ってるので、まあ、なので、おかげで、現在はね、かなりの、黒字になっております。かなりの黒字とか言っときながら大した黒字は全然出てませんでした。はい全然出てないんですけど、まあ赤字にはなってないということですね。月間だいたい2万6000ぐらいは出てるので、黒字として出てるので赤字にはなってないということで、現在ですねだいぶお金も貯まりまして63万ありますね。まあなので何でも作れてしまうという感じで、お金には全く困ってないということで、まあ、ちょっとここら辺ゴミだらけになってるんだけど、スタッフの方もねだいぶ雇いましたね。だいぶ雇っておりまして、掃除のおっちゃんはですね 1,2,3,4,5 5人雇いました。まあ、掃除のおっちゃんもですね、なんか適当に配置してしまうとですね非常に効率が悪くなってしまうので、勤務地の割り当てということで、この入場エリアとか第二エリアとかね、これはね自分で設定したんですけどね、まあ、入場エリアはですねここにある部分なんですけど、第二エリアっていうのはここら辺なんですけどね、まあそんな感じで自分で設定できたので、それを設定して、まあなるべく効率よくゴミを収集できるようにしておいたんですけど、まあここら辺はゴミだらけですね。もう少し人がいるのかもしれませんけど、意外とスタッフの値段がね高いので、あんまりポンポン配置できないんですよね。人件費が高いので、まあ、特にこのライドがよく故障するんですけどね、 1,2,3,4 人でなんとか整備士を雇ってます。整備士がね一番高くて290ドルも月給として取っていくので、非常に高給取りなんで、あんまりね配置できないんですよね。それが非常に残念なんですけど、まあだから結構故障しますね、ここら辺のライドは。もう故障はしょっちゅう起きるんですけど。で、一番多いスタッフはですね、警備員の数ですね。もう警備員はとにかく大量に雇いました。まあこんな感じで、もう数がね、数がもう段違い。他のスタッフと比べてね、段違いに雇いまして、まあ入場エリアとか第二エリアとか、いう風に設定して、徹底的に犯罪は取り締まっております。なので、おかげさまで、窃盗とかね、破壊行為っていうのはね、激減しましたので、安心して楽しんでいただけるかなと思います。犯罪に関しては非常に厳しく取り締まる感じの遊園地にしておきました。でもこれぐらいしないと、それまではね、椅子とかね、破壊されまくったんですよね。椅子とかもなんかどんどん破壊されて、もう最悪な状態だったので、もう徹底的に取り締まろうということで、たくさん配置したら、治安が非常に良くなりました。はい、そんな感じでまた故障しましたね。すげえ故障するな。もう整備士の数がね、全然足りないんだよね。なんかいつか雇わないとね。はい、それではそろそろ行きましょうか。中に入っていこう。このおばちゃんの視点でやっていこうかな。一人称視点でやっぱりゴミが散らがってるのが目に見えてしまいますね。もちろんお客さんもね、ゴミが散らかってると非常に嫌がってマイナスポイントになるので、
まあ、気をつけないといけないですね。で、ここに歩いてるこの人がね、警備員なんですけどね。まあ、こんな感じで巡回して、スリとかあった場合は対処してくれるみたいです。結構たくさんいますよね。いや、ゴミの数多いな。ここら辺、なんかゴミだらけなんですけど。どういうこと？一応ゴミ箱をちゃんと配置してるんですけど、多分ちょっとね、ゴミ箱の数が足りてないんだと思うんですよね。まあ、ここら辺ね、渋滞し始めるためにですね、ゴミ箱の数が足りてないのかなと。なので、後でちょっとね、ちゃんと調べておきたいと思います。まあ、ここにもなんか、ジュース屋さん配置してたんですけどね、以前は。もうここはね、赤字になるので、もう、捨てました。閉めておきました。はい、こっち側行ってほしいな。オッケーオッケー、ありがとうありがとう。よし、進もうぜ。こっからがね、非常に渋滞してるんだよ。やばいほど渋滞してるので、ここら辺でちょっとね、ノリノリの音楽を流して、頭の感覚を鈍らせて、たくさんお金を使ってもらおうかなと思ってます。なので、ちょっとね、ノリノリの音楽を流してるんですね。はい、だからみんなね、こんな、ゴミみたいな風船をね、9ドルで買ってくれるんです。もうちょっと値上げしてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。10ドルぐらいにしても多分みんな買うと思う。この様子だとね。はい、もう非常に渋滞してますね。風船買うだけでどんだけ並んでるのみたいな。ここ風船屋さんだけど、どんだけ並んでるのって感じだよね。そんなに欲しいか？いや、なんか嬉しいね。もうほんと他の人となんかキスをしながら歩いてるんですけど。ちょ、近いな。非常になんかスリが起きそうな感じなんですけど。まあだからね、ここら辺ではね、非常にスリが起きてたので、たくさん警備員は廃止しました。まあ、こんな感じとなっておりますね。まあ、ここら辺はちょっとお店をたくさん配置してお金儲けをしていこうかなと思ってる地域ですね。まあ、ここにもなんかお店を作ったんですけど、辞めましたね、従業員の人が。まさかの従業員が辞めやがったな。辞めやがったって言ったらダメだね。辞めちゃいましたね。なんか忙しすぎると従業員もなんか怒って辞め始めるんですよね。給料上げろみたいな感じで、忙しすぎるんだよみたいな感じで怒り始めて辞めちゃうので、まあ、しっかりとね、見ていかないとダメみたいですね。まあ、ここら辺もなんかね、ここは空き地みたいな感じでのっぺりしてたので、まあ、向こうら辺が見えないようにちょっと木を配置して、なんか遊園地みたいな感じにしておきました。熱帯にしておきましたね。まあ、こうすることで向こう側が見えないので、まあね、いいということですね。まあ、こっちに ATM も配置して、お金はね、どんどん引き出して使ってほしいなと思ってます。 ATM もなんか手数料取れるみたいなんですけど、あんまり取りすぎるとお金下ろしてくれないので、30円手数料つけましたね。1回引き下ろすのに30円かかるというね、なんともまあケチくさい。それだったら0円でいいじゃんって思ってしまうんですけど、まあ、今のところ30円取るようにしてます。ここにもなんかお店屋があったんですけど、なんかいつの間にか辞めてますね、従業員が。ちょっとつけておかないとまずいな。ここら辺はね、飲み物屋さんがちょっと少ないってね、文句を言われてる地域なんで、
早めにですね、設置していきたいなと思います。押さないで、押さないで。順番守って。どいて。このおばさんはどこに行くんかな。わからないんですけど、まあこんな感じで道は続いてますね。なかなか大変ですね。歩くだけでめっちゃ時間がかかります。はい、ではお店がね、閉まってた場所は開けていきたいなと。開けていきましょう。ここはお土産屋さんなんですけど、開けないとね、閉店させるともったいない。どんどん開けてお金を儲けさせましょう。ぼったくりの店を作って、それで、なんとか黒字を確保していきたいなと思ってます。はい、これですね。飲み物屋さんとかもね、だいぶ値段を上げてますね。だいぶっていうほどでもないですけど、結構値段は上げてます。はい、それではですね。今回はですね、このあたりで終わりたいなと思います。今回は、遊園地の紹介みたいな感じになりました。次回はですね、モノレールをですね、ここら辺に引いていきたいなと思います。まあ、引いていく場所がいまいち決まってないんですけど、なんかモノレールも作れたので、それで、なんかいろいろできるみたいですね。それをやっていきたいなと思ってますので、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。